永禄8年、京では時の将軍が三好三人衆や松永久秀に討たれる事件が起きる。乱世が混迷を極める一方で、織田信長は稲葉山城を攻略して斎藤義辰を討ち取り、ついに美濃を制圧。本拠を稲葉山城に移して岐阜城と改めた信長は、天下一新の志を掲げて上洛を目指すこととなる。上洛戦の初手として信長は北近江の浅井家と越前の名家朝倉家に協力を要請した。しかし両家からの返答はなく、しびれを切らした信長は近江への侵攻を決めたのだった。信長編第3章、天かける北近江の戦い。いよいよ上洛戦だな。近江の浅井っつったか、軽くぶっ潰してやろうぜ。おしえ、何度言ったら分かるんだ。潰すんじゃない、力を見せつけて従わせるんだ。浅井家は越前の朝倉家ともつながりが深い。味方につけておくに越したことはない。うん、私も戦って敵を減らすやり方よりも盟約を結んで味方を増やす方がいいと思うな。それに浅井家の当主長政という男は、義理堅い上になかなか気骨のある若武者だとか。この戦がうまくいけば上洛が一気に近づく。みんな心して臨め。みんな張り切っているようね。私も一緒に行っていいかしら。まあ、お前を縛るものはもう何もない。共に戦うならいずれ京の都も見られるだろう。半兵衛、いよいよ信長様が上洛に向けて動くぞ。ここでまた大手柄をあげりゃ、いずれオイラも一国一城の主くらいにゃなり上がれるかもしれねえ。へえ、一国一城でいいんだ。秀吉って意外と夢が小さいんだね。なんだと？もちろん一国一城じゃ終わらねえ。百万石の大大名にだってなってやるよ。そうそう、夢は大きくね。じゃないと僕も力の貸しがいがないし。おーや、一緒にでっかい夢を叶えようじゃねえか。ってことで次の戦も頼むぞ、安兵衛。うん、頑張るよ。秀吉が目いっぱい成り上がれるようにね。俺のやり方見せてやろう。この戦で
俺たちの力を浅井勢に示す。目指すは小谷城本丸にいる長政だ。進め。来たな織田信長。みんな臆すなよ。敵に朝倉の援軍が来てくれるはずだ。むむ、怪しい動きをしてる人たちがいるな。早めに倒しておくのが上策かも。あの砦が手薄みたい。あそこを奪っちゃえば本丸を攻める足がかりにできそうだ。さすが半兵衛、よう見抜いたな。次はあの砦を狙うぞ。開門。目障りだ。開門。小田勢が攻めてきたぞ。砦を守れ。もう敵が現れたか。近づけるな。迎え撃て。慌ててる。やっぱり何か企んでいるみたい。うん、怪しい動きは封じられたみたい。くそ、伏兵を仕込むつもりがどうやら看破されたようだな。まもなく出撃だ。準備を急げ。味方の進路を邪魔されないように浅井勢の動きに注意しておこう。長政の協力なくして上洛はならん。この戦で力を見せつけ従わせるのだ。今川斎藤を破った男か。どれほどのもんか楽しみだぜ。壊してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。この俺を止めようとて無駄よ。突出するか。ならば撃つ。目障りだ。壊してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。俺を打つけとは侮ったか。力及ばすか。さすがです。僕も頑張らないと。この俺を止めようとて無駄よ。目障りだ。壊してくれ。やった、これで次の策を打てるよ。東砦に味方の援軍を呼び込むとしよう。南側から攻めるのみでは本丸を破るのは難しかろうな。よし、俺は本隊を率いて西側へ回る。残る者たちはこのまま南側より攻め続けよう。承知。オイラたちにお任せくだされ。敗北条件変更。出撃前に織田勢に見つかるとは。織田勢はこの砦にて食い止める。開門。壊してくれ。ただいま着陣いたした。我らも加勢しようぞ。うん、我が策なれりだ。うまく援軍を呼び込めたみたい。よし、敵の出撃は防げたようだ。よっしゃ、この勢いで攻め進むぞ。なぜか近づいてきたか。蹴散らしてやるわ。やるぞ。
開門。こう威勢のいい将が出てきたな。だが俺の邪魔はさせん。兵糧は戦の要、わしが守らねば。こそが天下無双よ。この俺を止めようとて無駄よ。大切な兵糧奪われてなるものか。この俺を止めようとて無駄よ。砦に蓄えてあった兵糧を奪えたか。これで浅井勢の士気を下げられよう。兵糧を奪われたのか。この長めやってくれたな。この俺を止めようとて無駄よ。参るか、身の程知らずめ。壊してくれ。帰れ。邪魔者は失せた。進軍を続けよう。京極丸で敵を食い止めれば吉影様も安心のはず。よし、やるぞ。壊してくれ。参る、覚悟せい。目つきよ。退けたようだな。このまま敵本丸を目指すぞ。西に回った味方も頑張ってるみてえだな。オイラたちも負けてられねえぞ。織田勢を通してはならぬぞ。敵は南側から攻められるのを嫌がって増援を送り込むはず。準備しておかないとね。この俺を止めようとて無駄よ。じきに吉影様が来てくれるはず。それまで敵を本丸に近づけたくねえな。よし、南側の織田勢を押し返せ。敵の増援がこっちに向かってるみてえだな。さて、どうしてやろうか。この俺を止めようとて無駄よ。この俺を止めようとて無駄よ。
信長こそが天下無双よ。俺をうつけとは侮ったか。かなう相手ではなかったか。開門。うむ、これで進めるな。先を急ぐぞ。兄様、私も戦うよ。浅井の大将を倒せばいいんだよね。来たな。ここは通さないぞ。厄介そうなのがいるな。長政と戦う前にあいつを倒しておかねばなるまい。この俺を止めようとて無駄よ。そこのお前、目障りだ。やられろ。壊してくれ。敵将撃ち取ったぞ。耐えきれん。引かせてもらう。信長様の前に敵はいねえな。これで本丸まであと少し。鹿之助が敗走したのか。ならば俺が食い止めれば。お待ちくだされ殿。父に飛び込むような真似はお控えあれ。お前は信長殿。久しいな、息災だ。人の言葉を皆まで聞かず未だうつけか。そういうお前こそ相変わらずの石頭だな。お前はよ、俺がやる。開門。久々の対決だ。俺を楽しませろ光秀。望むところ必ずや勝利を収めてみせる。壊してくれ。利光か、相変わらず愛想のない顔だ。それがしに愛想など無用よ。参る。楽しめたぞ光秀。ことが済んだらゆるりと語らいたいものだ。皆狂っているようですね。私も今できることをなさねば。ようやく吉影様が来てくれたか。よし、ここからが勝負だ。勝利条件変更。吉影様、俺は信長と直に戦ってみたい。手を貸してもらえますか。では長政殿は信長の元へどうぞ。南側の敵は私たちが抑えておきましょう。開門。長政が自ら出てきた。好都合だ。相手になってやる。朝倉のお殿様のお出ましみたいだね。つまり倒せば大手柄ってわけか。よっしゃ、やったるぞ。時が惜しい。すぐに決着をつけてやろう。目障りだ。壊してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。俺をうつけと侮ったか。聞かせていただこう。あなた、手加減してくれているの？浅井の大将はずいぶんお優しいのね。なんだと、嫌味のつもりか。可愛げのねお姫様だな。織田信長、あんたがどれほどの男か見せてもらおうじゃねえか。
お前が浅井長政だ。よかれよ。信長の器を測ってみよう。この信長こそが天下無双よ。敵将討ち取ったぞ。引かせていただこう。さすがだな信長。だが勝負はこれからだ。あんたも全力で来い。壊してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。長政、ここまでだ。潔く負けを認めてもらおう。ああ、こうもやられちゃ認めるしかねえ。あんたの勝ちだ。かなう相手ではなかったか。この俺を止めようとて無駄よ。あなたが織田信長ですね。いささかやり方が強引ではありませんか。仕方なかろう。強引に押し入らねば話が進まぬのでな。壊してくれ。俺たちの力十分に示すことができた。これで上洛への道が開けよう。信長、負けは認めるが、一つ聞かせてくれ。あんたはなんで上洛を目指すんだ。乱世の断りを壊し、天下一新をなす。そのためだ。天下一新か。いい響きだな。その野望、俺にも協力させてくれねえか。ただし、朝倉には手を出さないでくれ。あそこと俺の家とは古い付き合いなんだ。よかろう。ではこの盟約を確かなものとしたい。例えば当家と縁組を結ぶのはどうだ。兄様、それは私が浅井家に嫁ぐということ。急にそんな。姫様にそんな顔をされたら俺も即答はできねえな。この話はまた次の機会とさせてくれ。ならば一、次の戦で長政の勇姿をよく見ておけ。縁談の話はその後でまた考えるとしよう。うん、分かった。光秀、久しいな。すでに浅井との盟約はなった。もう朝倉も我らの敵ではない。安心しろ。信長殿、あなたは今天下一新を掲げて上洛を目指していると聞いた。天下一新とは。ああ、俺は乱世の断りに抗えず大事な弟に死を命じた。その時
誓いを立てたのだ。大切なものすら守れぬこの乱世を壊し尽くし、天下を一から作り直すと。上洛はその過程に過ぎん。そうか、信長殿。俺も乱世を憎む者の一人だ。俺の正しきを貫くため、共に戦わせてほしい。いつかまた、お前と共に歩める日が来ると思っていた。歓迎しよう。後ろの者たちも一緒か。それがしは明智家に仕える身ゆえ、殿が織田に参じるならば、共に行くのみ。俺も光秀と一緒に行くよ。もし上洛がなれば、尼子最高にも近づけそうだ。信長殿、この者は山中鹿之助という、出雲尼子家の旧臣で、主家最高を志す者だ。そうか、いい面構えをしているな。利光も鹿之助も光秀を支えてやるといい。はい、信長様、よろしく頼みます。